2歳の時にサッカーを始めて、私の父が、まあ、指導者で兄弟全員がサッカーをやってたのがきっかけでサッカーが好きになりました。もちろんワールドカップが一番楽しみだし、やっぱりその自分がプレーしていろんな人たちに応援してもらったり、また小さい子供たちがそれをきっかけにサッカーしてくれるのがすごく楽しみです。2011年のなでしこジャパンがワールドカップで優勝した時です。今あなたが練習していることは、What you're practicing right now is never wrong. So I want you to keep doing it. And I want you to practice every day with high goals.